か。衆議院議員谷垣忠和様、お願いいたします。どうぞやってください。せーのー、スペース。丹波寺の秋もいよいよ深まりました中で、今日はこの福知山駐屯地59周年のこの記念行事が盛大に行われました。心からお祝いを申し上げたいと存じます。そして皆さんの日頃の訓練の成果現れました。堂々たる姿を拝見いたしまして、心から嬉しく思っているところでございます。今も畑司令からいろいろお話がございました。この駐屯地は明治以来の歴史を持った、市民に親しまれ愛されてきた舞台でございます。私どもの地域は大変自然災害も多い地域でありますが、数々の自然災害に皆さんに出動していただきまして、市民の安全を確保していただいた、市民の安心も確保していただいた、そのことに私どもは深く感謝しているところでございます。しかし皆さんの本業は災害に対する出動ということよりも、やはり一国の安全を守るということでございます。今司令の式辞にもございましたように、中国軍等々近代化を精力的に進めている、こういう事情もございます。そしてまた皆さんの中からも大勢の方々が海外の人道支援あるいは平和を作っていく、そういう活動に参加されたわけでありますが、そういう中で我が国の安全保障防衛力整備の努力はどうあるべきか、あるいはこういう国際環境の中で日米安全保障条約の信頼性をどう高めていくか、あるいはインド洋における給油支援等々をどうするか、政治に課された課題も極めて重い大きなものがある、このように思っております。私どもは皆さんとご一緒になって国民の安心と安全を確保できるように政治の場でも努力をしなければならない、今日のこの機会に改めて肝に銘じているところでございます。どうか皆さん、いろいろ厳しい環境の中ではございますが、市民国民は皆さんの力を大いに頼りにし誇りに思っております。どうかこれからも畑司令のもとで一致団結してこの福知山市駐屯地の使命を達成していただきますように、完遂していただきますように心から祈念を申し上げまして、今日のこの記念式典お祝いのご挨拶とさせていただきます。誠におめでとうございました。